さあ、この後はロシアのアブト、アメリカのゲーブル、中国のリコー、リセイコー、アメリカのワイス、ロシアの大トリはヤグリンと続いています。はい、楽しみですね。何か本当にこう見るからに重量打線という最終組になりましたが、はい、25歳のアレクサンダー・アブタが出てまいりました。みんな失敗しないで滑ってもらいたいですね。そうですね、はい、うん、しかしこのアブトもですね、世界選手権の舞台はそれほど数は多くないんですが、はい、これホンダにとってもかなり大きなライバルですから。そうですね、素敵な選手ですよね。そうですね、まあ、ロシアの伝統を組んだ極めてこうクラシカルなスケーターと言っていいでしょうか ね、 ね、はい、25歳、はい、ソルトレイクオリンピックでは5位。曲はアルメニアの音楽を集めています。綺麗ですね。4回転トーループ、3回転トーループコンビネーションですね。高いジャンプでした。高い、素晴らしい高さのトリプルアクセルですね。ここまでの構成はホンダの構成と同じです。コンビネーションからフライキャメルスピンですね。はい、サーキュラーステップシークエンスですね。4つ目のエレメントにサーキュラーステップシークエンスを入れてきました。よく滑るスケートですね、はい、スピンコンビネーションですね。キャメルからスッとアップライト、キャメルで、スプスピンに行きますね。ジャンプエレメントの3つ目のエレメントもホンダと同じトリプルルッツですね。はい、綺麗に決まりましたね。はい、キャメルキャメルスピンの足換えですね、はいはい、あ、素晴らしいですね。よく回ってますね。回転も速いです。そして難しいことですね。彼のフットワーク、ストレートラインステップシークエンスですね。ショートプログラムのエンディングに向かっていきます、はい、もうユニークな素敵な動きですね。素晴らしかったですね。ホンダに続いてロシアのアブト、これも完璧な演技を見せました、はい、素晴らしかったですね。コークつけがたいですね。コークつけがたい、はい、これもホンダに負けない数のたくさんの花束が投げ込まれています。すごいですね。ジャッジも迷うんじゃないでしょうかね。そうですね、ちょうどジャンプの構成もホンダと同じ、はい、全部同じですね、はい、スピンだけが、彼はキャメルの足換えですね。あ、なるほど。スピンではなくキャメル、それちょっと難しい、はいはい、スローモーションでもう一度ご覧いただきます。4回転3回転トーループコンビネーション、はい、綺麗でしたね、はい、あとからこれがトリプルアクセルですね、はい、このアクセルも軸が、綺麗なことでしたね、はい、軸がしっかりしてました、
それから彼はストレートラインステップシーケンスはすごく細かくて、動きのシャープなの で、はい、でサーキュラーフットワークはゆっくりな動きで片足でっていうのが多かったですね、うん、なるほど、はい、だから2つ違うステップを踏んでる感じははっきり分かりましたよね、はい、ちょっと工夫してたんじゃないでしょうかね。コスチュームのイメージも非常にこう効果的なんですが、そうですね、やはりロシアのこう流れを組んでいるこう気候自然とした雰囲気を持った人ですから、そうですね、演技に乱れがないとそれだけ余計にこうアピールする点が多くなりますよね。そうですね。さあ、こんなと比べてどういう点が出るか楽しみですね。当人たちならずとも楽しみなところですが、あ、やはりちょっと技術点は 5.8 が1人2人ですか。あると思います。ジャンプの折り方が素敵、なるほど、流れが良かったですよね。本当に少しちょっと詰まったのがありましたよね、何回か、はい、セカンドマーク、非常に雰囲気のいい滑りをしました。まあ、これで上上がりましたね。そうですね、まあ、ホンダの上行きました。5人のジャッジがホンダの上をつけまして、アブトが現在トップ、ホンダは2位となっています。そうですね、小さい点ですね。はい。